食べてみて。ナゲットですね。うまい。うまい。大豆なんで。大豆がたっぷり入ってるんです。何を召し上がったんですか？大豆がたっぷり入ったナゲットを食べました。いかがですか？すごく美味しいです。なんか本当に普通の唐揚げみたいで、全然大豆が入ってるって言われないと気づかないと思います。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。フェイスライディアがあるんですね、これね。なんか中の軽く、ちょっとこれ食べてもいいですか？結構真剣な感じ。あ、何を召し上がっていただけました？ちょっとまだ覚えてないんですけどニョッキとあの大豆が入ったナゲットとカルボナーラの何でしたっけ？ペンネ？ペンネですね。なんか綺麗な盛り付けのです。お味いかがでしたか？全部美味しかったです。あまりに綺麗な盛り付けで、私もホームパーティーの時作りたいなと思いつつ、やっぱちょっと作るの難しいのかなっていう感じです。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。堀江幸子です。本日はクックパッドのキッチンをお借りして40品の撮影をしています。一つは15分でできる子供おやつ、もう一つは簡単かわいいおもてなし料理です。クックパッドのホームページでぜひ私のレシピストアをご覧ください。堀江幸子でした。
。